レイランド、フラットベッドレイランドモーターズはかつて存在した、イギリスの商用車メーカー。1968年にブリティッシュモーター、ホールディングスと合併して、ブリティッシュレイランドとなる。レイランドモーターズは、長い歴史を持つ会社で、1896年、サムナー家、スプリー家が、英国北西部のレイランドに、ランカシャースチームモーターカンパニーを創業したのが、その起こりである。 最初に製作した車両は、積載量1.5トンの蒸気エンジン車の番だった。ランカシャースチームモーターカンパニーは1907年に、プレストンのクルザードを買収し、社名を、レーランドモーターズ都市、第2工場を、隣町のコーリーに建設する。ここには現在でも、レックスリースパーツカンパニーの本社がある。1920年、レーランドモーターズは、 豪華なツーリング仕様の乗用車、グランドツアラーやレーランド8を生産した。その対局として、キングストンのテムズ工場では、トロージャンユーティリティカーがある。これは1922年から1928年にかけて生産していた。レーランドモーターズは、他の車両製造企業同様戦時生産体制となり、1939年頃から軍用3トントラックの レイランド・レトリバー、1943年からは、巡航戦車、マーク・ナイン・クロムウェルを生産した。戦後も、巡航戦車センチュリオンの生産を続けている。1946年にアソシエーテッド・エキプメント、カンパニーとレイランド・モーターズが、ブリティッシュ・ユナイテッド・トラクション・リミテッドを結成。1955年には、インドのアショック・モーターズに、資本参加し、 社名をアショックレーランドに変更して商用車の現地生産を行った。一方、レーランドモーターズは戦後1951年にアルビオンモーターズ、1955年にスキャメルローリーズリミテッド、1960年にスタンダードトライアンフ、1962年にアソシエーテッドコマーシャルビークルズ、 ウィッチー・インコーポレーテッド AEC、ソーニクロフト、パークロイヤル・ビークルズ、チャールズ・エイチ・ロイ、1965年ブリストル、コマーシャル・ビークルズ、イースタン、コーチワークス、1967年ローバード、相次いで買収している。1958年から2階建てバスの、名車レーランドアトランティアンの生産を開始した。 レーランドモーターズ創業時からのスプリエ家による同族支配は素晴らしい労使関係を築いており、ストライキなどの労働葬儀を一度も起こすことがなかったことも評価され、戦後も成功していたが、1942年からの三代目、サー・ヘンリー・スプリエが1964年に引退することで終了した。ドナルド・ストークスが会社のトップとなった。 1968年にブリティッシュモーター、ホールディングスと合併し、ブリティッシュレーランドが誕生する。BMH には、デーブラー、ガイ、オースチン、モーリスといった、英国の自動車、バス、コーチのきらめくブランドが並んでいた。しかし、BLMC グループの企業運営は困難を伴った。会社が多かっただけではなく、それぞれが同じような品揃えであったからである。 1974年12月ブリティッシュレイランドは英国政府の保護下となる。1975年ライダーレポートが発行され、BLMC は国有化され、BL となり社内は4つの事業部に分割された。バス、トラックはレイランドトラックバスとなったがこれは1981年には、さらにレイランドバスとレイランドトラックに分割された。 1986年 BL は社名をローバーグループと変更。アッショックレイランドの保有株はランドローバーレイランドインターナショナルホールディングにわたり、さらに1987年に売却された。香港でのレイランドオリンピアン二軸バースバスバス事業はマネジメントバイアウトによりレイランドバスとなり、1988年ボルボバスに買収された。 多くのレーランドバス製品群はその時点で生産中止となり、ボルボバスがレーランドバス市場を会社ごと購入した形となった、ボルボバストラック、ありがとうございます。